台風10号が強くなりながら沖縄県や九州に向かっています。気象庁は一番風が強い時には風速が80メートルになるかもしれません。今までにないぐらい強い風が吹いて、たくさん雨が降って、大きな被害が出る心配があります、と言っています。台風から自分を守るために、できるだけ早く準備をしてください。自分の家が安全な場所にあるかどうか、ハザードマップで調べてください。ハザードマップは国土交通省や住んでいる町のウェブサイトで見ることができます。危ない場所に住んでいる人は風や雨が強くなる前に安全な避難所に逃げてください。避難所に行くときは飲み水や食べ物、お金、薬を持って行きます。新しいコロナウイルスがうつらないようにするためにマスクや手を消毒するアルコール、体温計なども必要です。電気が止まるかもしれないのでラジオや懐中電灯、携帯電話のバッテリーなども準備してください。Please like, subscribe, share on Twitter.